一番人気のタイトルホルダーは、コースタートから逃げる展開となり、最後の直線でも粘っていましたが、最後は、函館記念を勝って勢いに乗るローシャムパークに刺され、2着に敗れました。弱すぎはロタ。調子悪そうだったし2着は上出来。飛ぶと思ってた。ローシャムパーク強すぎはロタ。全盛期は遠に過ぎましたね。これではイクイノックスやドウデュースには勝てない。貴重なドゥラメンテの血をつなぐためにも無理はできないからな。完走してくれてよかった。凱旋門賞に行ったせいでおかしくなってしまった。ジェラルディーナが完全に空気だったけん。ルメール上手すぎはロタ。早やっこが大砲全力で潰しに来ててはロタ。ゼッフィーロに首さ。スローで逃げたらダメでしょ。ジャパンカップとか勝てないよ。もう引退した方がいい。競争中止明けだったから、無事に完走してくれてよかった。途中でスローに落としたのが敗因。前の逮捕なら万全じゃなくてもこのメンバーなら楽勝できた。G1 では用なしの馬になってしまった悲しい。阪神専用機のタイトルホルダー。空き巣になりそうな有馬記念ならワンチャンある。